ヘイハマチーみんな息してるおしゅにだ飲むいだはいおげじいじいおいでまーす Thank you。 はい皆さんこんにちはパワードです、おすすめのね2パターンのお金稼ぎですね。まずは1つ目物件売却ですね。これは説明欄にもありますね。で一度覚えたら長い期間可能だったりします。売却制限がないのでおすすめです。でナンバー2はこれは、車両複製ですね。財産として車両を保管できるメリットがあります。ではまず公開ソロセッションというものを作ります。これは BS メニューの設定ネットワークからインターネットを接続、それで Wi-Fi または LAN ケーブルを使うをどちらかを選びますね。でここをカスタムにします。簡単だと自動になりますね。でカスタムにしてもらって Wi-Fi の人はここで Wi-Fi を選択します。次に、カスタム、これ戻したいときは簡単を選べば戻せますね。で IP アドレスの自動で、その指定しないと。でここも自動にします。で MTU だけ手動にしますね。 MTU だけ手動に切り替えます。手動にしたら多分元々の設定が1500ぐらいになってると思うのでここ800にしますね。元に戻したいときは、わからないときはここ1500に戻せば戻りますね。プロキシサーバー使わないと。でこれで OK です。あとは GTA を、選んで、公開ソロセッションになりやすくなりますね。時々ね1人2人ぐらいは参加している人がいたりとかする場合もありますけれども、まあ、大体公開ソロセッションになりますね。ではまず、準備から確認していきます。自由照準で始めてくださいね。自由照準で始めますね。そして公開自由照準のソロセッションですね。でオプションから、このマッチメイキングを必ず非公開にしてください。非公開にしてピスワッサーを満タンにしてくださいね。アシスタントからピスワッサーを満タンにする、まあ出現位置もしかしたらオフィスにしといた方がやりやすいかもしれないですね。で次に、ここの CEO のジョブの、椅子のとこですね、デスクのところに座ってこれから、特殊車両ジョブをやりますけれども、これ解除してない人は車両調達のミッションを公開セッションでやったりすれば、何台かやれば解除されますね。では次に、自由照準から他のフレンドさんに参加する用意もしておいてください。パソコンに座って丸を押してログインを押して特殊車両ジョブを押します。何かどれでもいいので選択して、これ決定は押さずに PS ボタンから他の自由照準じゃないフレンドさんまたはコミュニティから参加を押します。で読み込みが始まりますね。でここで丸、次に軽重よ×、次にここでちょっと待機してもいいですね。丸をした瞬間に携帯を開きます。丸をした瞬間携帯を押してクイックのスタントシリーズを押します。すぐに押してください。座るまでに押さないとならないですね。で、ここでカチッとかピッっていう音が鳴るのでそれをちょっと待ってみましょう。今2回目になった方の音ですね。音が鳴ったら、パソコンを丸を押して、特殊車両ジョブを普通に開始していきますね。でぼやけた状態で視点を動かせたら成功ですね。そしたらこの視点の直し方は違う照準のフレンドさんに参加をして、次に×ですね、警告を×、そうすると視界がはっきりと見えやすくなりますね。別にぼやけたままでいい人はやらなくていいですね。こう間違えてね、参加の系ね、また照準が違いますよ、バッてやるともう一回最初からになりますね。それ注意してくださいね。視点を戻すときは参加をしたらバツを押すだけです。そして30秒ぐらい待機すると、次に体が勝手に椅子から持って立ち上がるようになりますね。でそしたらすぐに右十字キーを、まあ、押しておきます。右十字レンダーでもいいですね。そうすると体を動かすことできますね。そしたら次にアシスタントの、お姉さんの前に行きます。アシスタントのお姉さんの前に行ったら携帯を開いてクイックジョブの画面のところに持っていきますね。
携帯を開いてクイックジョブの画面のところを開くと体透明になりますね。そしたら PS ボタンを長押しして、長押ししたらサウンド周辺機器を選択します。そしてこの一番下の次のコントローラーの接続ですね、機器の接続をオフにしてデュアルショックコントローラーを選択してオフにしますね。そうするとこの画面出たら PS ボタンを押して元に戻します。右十字キーでペガサスのこのヘリを選択しますね。そしたら外に出ることができますね。次に外に出てもらったら複製したい車両がある地下基地へ向かいます。複製したい地下基地へ向かいますね。地下基地に戻ったら歩いて中に入ります。中に入って、この MOC 機動作戦センターは必ず区画3を個人車両保管庫にしてくださいね。武器乗り物ワークショップとかだと車を保存に向かないですね、できないですね。でこの車両複製したいのは入ってますので、これを1回外に出します。外というのは地下基地内に出すことですね。でこの辺りに駐車して、次にピスワスターを連続8本で綺麗に飲み切ります。所持品からピスワスターを選択します。で丸で飲むんですけれども、長押しをしないと1本を綺麗に飲み切ることができないですね。10本満タンで連続8本綺麗に飲み切ると自滅することというか病院に行くことができますね。連続で8本長押しでポトンとカランと落としてからもう1回飲むを繰り返しますね。丸長押しですね。で病院に出現するまでこの暗い画面でちょっと待ちますね。病院に出現してましたら、CO のバザードを要請します。 CO のバザードを要請して、これでナイトクラブガレージに行きますね。ナイトクラブガレージ内には、エレジアレチハッチかな、これをね大量に入れといた方がいいですね。これが複製の犠牲車両になりますね。でナイトクラブガレージの、エレジアレチハッチがある、ナイトクラブガレージに入ったら、次にそのナイトクラブガレージ内のエレジ RH8 を乗ります。でアクセルをしますね。まあこの時ねなんかね読み込みがねちょっとね遅くなってる感じしたので、ちょっと前のやつができたらいいなとかもちょっと考えましたね。まあこれで複製の犠牲車両乗ったらアクセルをしてちょっと動きますんで、周りの車両が全部消えますね。で非表示オプションからジョブをカスタムで表示にしといてくださいね。でそしたら携帯開いて下のインターネットを開いた瞬間オプションを連打とかをしますね。そうするとマップ開くことできて、次に自分の地下基地の近くのジョブ、ここを、四角で開始していきますね。ここがいいですね。で自分の地下基地の近くのジョブを四角で開始します。そうするとちょっと画面がバグった感じになってから、このメニューっていうかロビー出たら違う照準のフレンドさんまたはコミュニティから違う照準の人へ参加をします。で次の画面を、読み込んだら警告丸注意を×をします。そうするとワープすることができますね。で次は歩いて地下基地の中に入っていきます。地下基地の入ってからは、車両には乗らないでくださいね。必ず車両に乗らないでくださいね。というのは昔のね複製だったらこのまま車両を乗って保存できたんだけど、ここはねできないので絶対に車両には乗らないでくださいね。これ何度も言うけど絶対に車両は乗らないと。まずは機動作戦センターの中に歩いて入ります。そして歩いて入ったらまた外に歩いて出ます。これをやらないと、まあ1ヶ月か2ヶ月か忘れちゃったけれども、まあこの車を保存することができなくなってますね。で歩いて外に出たらやっとこれで欲しい車両を複製を完了させることができますね。ここで欲しい車両を乗って中の機動作戦センター、区画3は個人車両保管庫ですねにしまいます。武器乗り物ワークショップじゃできないので、それよく確認してくださいね。これで MOC 記録作戦センターにしまったら保存は完了となります。不安な人はねここからもう一回車を地下基地内に乗り出してもいいと思いますね。
連続してやりたい場合は、出現地をメイズバンクタワーとかにね、オフィスにして新しいセッション、公開ソロセッションでやる。または、このままね、ジョブでワープをするっていう方法で、まあ自分のオフィスの近くのね、ジョブとかをね、確認しといてくださいね。ここの場合はね、まあこのサバイバルはね、結構近いですね。で、これを資格で開始して、次にワープするために、違う照準のフレンドさんまたはコミュニティから違う照準の方に、参加を押して次の黒い画面を丸、×の順でワープします。まあ自分とね違うね照準のねフレンドさんを探すのってね結構ね前はね簡単に見つかったんだけどもまあ今はね結構自由照準にしてグリッちゃったりとかいろんな他のことやってる人も多いのでまああのまあコミュニティでねよく考えたらね自由照準にしないだろうなってコミュニティに入ってる人とかにねさんねちょっとね覗いてみるのもいいですね。まあ連続してやる場合はこうピスワサを満タンにしてくださいね。まあこんな感じですね。よかったらねやってみてくださいね。以上です。